ことがあんねんけど、うん、いいよ。みっちょんのまず1個目の質問です、うん、これがいい。いいよ。毎朝結構毎回聞くねんけど、これはうん、動物占い何？タヌキ。え、待って、答えられんのすげえんだけど。やばくない？待って、すげえ。やばくない？え、すげえんだけど。やっぱ普通なんかな、これ。違うね、違うね。違うね。みっちゃんはほんま普通ちゃうね。こんなん答えられる人おらんやん。うん、やっぱすげえわ、やっぱ。だから、ここ成り立ってんだよ、なんか話が。うち、そうやね。もう最初の自己紹介で聞かれたとき、えってなっちゃったの。え、普通にタヌキだ。動物占い答えられへんね。いや、答えられないけど、多分大半だよ、マジで。ナボさんがもうすごすぎるだけだよ。ずっと動物占い準備しとくよね。うん、普通さ、自己紹介考えるってなったらさ、うん、うん、うん、確かに名前、生年月日、まあ、出身地、まあ、サッカー選手かポジションとか、まあ、血液型、あとまあ好きな食べ物とか、まあ、趣味で動物占い、動物占い、ね、もう一番最後の極めつけは動物占いの、うん、マジうちの生きて生きてくるなんかあれになかったわ、うん、なかった、うん、まあいいよ、これから入れていこう。そうだね、うん、入れるわ、うん、これから入れていこう、しっかり、うん、一番したかった質問はこれよ、うん、てかもうその答えられたことが衝撃すぎ、何か忘れちゃったの。何したっけ。タヌキ。タヌキの性質って何。タヌキはなんかあんまり当たってなかったから見てない。当たってなかった感じ、あるある感じ。え、タヌキでしょ。あとコアラ。あ、コアラか。一羊です。答えられるようになった。ペガサスがいい。ペガサス、あーかっこいいっすね。ペガサス、うん、レアなんだよね。あ、そうなんや。うん、あと何があるの。いや、いっぱいあるよ。え、この話必要。あ、ほな次行こうか。ほなほなほな次行こうか。